お前は命を救った。こうなること自体おかしいんです。上の連中のせいで交戦規定に縛られたままだった。お偉方ってのはそんなもんだ。なぜ自由に戦えない。手加減など必要ないですよね。大尉、続けろ。交戦規定があっては立ち向かえませんよ。上層部は情報を持っていても打開策がない。苦労が水の泡です。情報があったのか。はい、大尉。ヤリック、一緒に来い。アルカターラから犯行声明が。ウルジクスタンのウルフが黒幕だ。アレックスが盗まれたガスを追っている。解放軍の手助けがいるな。アレックスを司令官に会わせろ。カリム司令と昔馴染みだ。俺の名を言えば殺されはしない。プライス大尉からのメッセージだと。カリム司令、アレックスだ。質問に答えろ。機密事項だ。ロルダン、ジャズリフェリコ。48時間前、ロシアのガスが盗まれた。アルカターラの仕業だ。ロシアにとっては君たちもアルカターラと同じだ。私たちにはアルカターラもロシアも同じ。奴らはテロリストだ。私たちはガスなど使わない。なら協力を。奴らがどうする。ヨーロッパで使う。アメリカか。私たちの知ったことじゃない。司令官、時間だ。こいつ、アレックス、私の兄のハディル。 CIA か。プライス大尉の使いだ。ロシア人を殺しに来たか。君たちの協力を得ようと。君の妹次第だから。もちろん司令官だからな。ロシア軍はまだ引かない。この占領を終わらせる。それについて利害は一致するな。バルコフの兵士が市内を抑えた。だが作戦がある。俺たちなりのやり方だ。協力してほしいならお前も戦え。やらなと。マラバーリー・ウルジクスタン、アレックス、ついてこい。トンネルは生命線だ。ロシアの小隊長たちが町に来たところを奇襲する。どうやって。爆薬さ。注意をそらすんだな。警備を奴らの基地から引き離してその隙に攻め入る。手段は選ばない。自分を見失ってしまうことのないようにな。攻撃に備えて。気をつけてな。アレックス、爆薬を取れ。C4 と起爆スイッチだ。ありがとう。妹を頼んだ。無事を祈る。後でな。ダリック、早くしろ。ほら。アメリカ人か。信頼できるやつだ。アレックス、これをかぶれ。どうだ。悪くない。ダリーク、状況は。ロシア軍が外にいる。お前の武器が見つかれば殺されるぞ。そうなったら計画通りになる。アレックス、銃を隠せ。ロシア軍に見られるな。ついてこい。バルコフの軍勢が町を占領した。男女は分けられてる。今日は仕方が来るから警戒してるだろう。バルコフも来るのか。ありえないな。汚れ仕事は他に任せるタイプだ。どんな汚れ仕事だ。
処罰だ。男は労働だ、女はトラックへ。ここで別れよう。しっかり紛れ込むんだぞ。正面ドアを抜けろ。反対側で合流する。私の規模のもとにあるにもかかわらず、ウルジクスタンには逆らう者がいる。この地に平和と繁栄をもたらす機会を与えてやったのに、それを拒む不届きな連中がなる。このボートどもは無意味な攻撃を繰り返している。自由などという名目を掲げて抜けたぞ。左へ、路地の先だ。兵士が見えるか。ああ。ゆっくり奴に近づき、注意を引け。あの人へ。サドリー、サドリー。あいつをやれ。俺の仲間を殺した。情けはかけんぞ。クリーム、安全なところへ行って。使えるやつだ。よし。行こう。仲間がこの先に爆薬を用意してくれてる。大爆発を起こして基地からさらに兵士をおびき出す。クソ、仲間が敵に見つかった。もうやられているだろう。気づかれないようにサプレッサーがいるな。オイルフィルターを探せ。銃声が軽減される。見張っておくから、その辺の車を調べてみろ。この地で育ったテロリストども、この偉大な国の元帥。ここにもない。もっと探せ。そこには秩序もなく平和も訪れない。野蛮人とそれに組する者ども、根絶やすにするまではな。これでいける。よし、右から迂回しろ。Тогда води его от дома к дому. Мы с ним делим их. Я подошел! Какого дома? Крия, стой вот как. Маде, дуа кара, ханарело. Осторожно, могут быть растяжки. Йой, ваика.ああ。二人やれ、もう一人は私が。向こうの部屋を見てこい。クリア。こっちだ。残念だったな。勝機はある。彼らの死を無駄にはしない。銃を隠せ。外に出るぞ。先導する。ついてこい。マルコフ大将を怒らせれば見せしめにされる。何のお願いだ。彼女は怯えてるだけ。誰もちろんそうだろう。なぜこいつらがこうなったか分かるか。ひそか従わなかったからだ。さあ見てみろ。移動するぞ。分かる。協力さえすれば。これは戦争犯罪だ。盗まれたガスに対する処罰。我々との間の約束。バルコフが見せしめにしてる。どうすればいい。目的を達成し、バルコフの暴虐に終止符を打つ。ここから上へ上がれ。バルコフはヘリを投入してきた。撃ち落とせば基地から応援が来るだろう。攻撃する隙を作ってない。援護するからヘリに爆薬を仕掛けろ。警備に気づかれたら静かに排除しろ。仕掛けたら戻ってこい。私は公平な軍人だ。正義を重んじている。
信もいない。あるのは罪と罰だけだ。我々はこうした先導者たちを一人ずつ街角から抹消していく。安全に働き反映できる場所を作り、私の権威を打ち立てるのだ。この反乱は平和を愛するウルジキスタン人に戦争をもたらす。自由の戦士とそれに組みする者どもは、規則を守る人々の安心と安全を脅かしている。今日奴らに罰を与えよう。私の兵士がテロ戦術や秘密の計画に屈すると信じる者たちは致命的な誤算をしたのだ。私は決して誓って、ヌスットやテロリストどもの手でこの地を追われはしないぞ。我々はどのようなおせっかいな連携を根絶やし、この土地を永遠に守り続けるだろう。我らの敵に勝利はなく、あるのは死のみのみ。階段を使え。止まれ。警備だ。階段の上、左だ。群衆から目を離すな。脅威は排除せよ。よし、進め。援護する。猫並みの反射神経だな。私は犬派だ。お前たちの生活と設置完了。ものすごい騒ぎになるな。それが狙いだ。次のヘリに向かえ。に警備だ。二人倒した。いいぞ。罪深きテロリストどもはこの地を破壊しているのだ。今日ここに私の命令に背いた者の末路を見せてやるとしよう。目標に着いた。手順は分かるか。お前たちの友であり家族だ。クリア。フィルターが役に立つ。爆薬セット。私の位置に集合だ。誰であろうと、こういった集団に協力する者は死刑に処する。ウルジクスタンの生活は私の指揮のもと、これまでよりはるかに向上した。アレックス、戻ってこい。この国の富は神のものだ。だがその特権を享受するには忠誠と服従を示さねばならない。アレックス、こっちだ。我らが手を取り合えば産業を起こし資源の採掘も可能だ。もう人がいない、今だ。ロシアは味方だ。起爆しろ。私たちはバカ。いいぞアレックス、見事だ。よし、こっちだ。待て、左へ撃つ。見ろ、うまくいった。基地から応援が駆けつけたぞ。よし、トラックは守りが薄い。あれを狙うぞ。急げ、トラックの下へ。まだ来るぞ、離れるな。選別だ。
戻ってくる奴らのために。気前がいいな。爆破の様子を見たいが、手遅れになる前に攻撃を仕掛けていかないと。この先の道からトンネルに戻れるはずだ。どこだ。死んだ。持ち場を離れるはずがない。行こう。クリア。ハディルを追う。行くぞ。惜しい人たちを亡くしたな。戦争の対価だ。空軍基地を抑えれば彼らも報われる。厳しい戦いになる。お互いにな。ハディルには考えがある。